二十エクスチェンジプレイスは、ニューヨーク市マンハッタン区、フィナンシャルディストリクトにある59階建ての、アールデコ城の建物である。以前は、シティバンクファーマーズトラストビルディングとしても知られている。二十エクスチェンジプレイスは、シティグループの前身である、合併前のシティバンクオブニューヨークとファーマーズローントラストカンパニーが1930年から1931年に、 かけて建造した建物は1956年まで会社の本部として使用されており、1979年に売られた。建物はクロスクロス建築事務所によって設計された。クロスクロスは建物は特別な建築様式はないと評しているが、当時最小のアールデコ城で飾られたモダン、クラシックと評価されていた。オリジナルの設計は 1929年のものでピラミッド型の頂上も含めた846.4フィートは当時世界で最も高い建物であった。世界恐慌を背景に950万ドルの費用がかかり高さ741フートの建物はニューヨーク市で当時4番目に高かった。建物は1970年までニューヨークで最も高い建築物のトップ10に 入っていた。今日でもビルは未だにダウンタウンマンハッタンでは6番目に高く、ニューヨーク市では27番目に高い建物であり、超高層ビルの中でも有名なビルの一つである。1996年には建物はニューヨーク市歴史建造物保存委員会によって市歴史建造物に選ばれた。2006年には映画インサイドマンで、 マンハッタントラスト銀行の架空の視点として登場した。また、2009年のフリンジ、フリンジのエピソード、記憶では、いくつかの銀行として登場した。さらに、建物は映画、ウォール街にも登場する。建物の16階から57階までは、マンハッタン開発者と不動産経営者のメトロロフとマネージメントにより、商業スペースから住居に改装された。 改装では外観の汚れて黒くなったレンガを掃除するなどして元々の白に戻された。ありがとうございます。